今ちょっとテレパっちゃったあのお姉さんと。まずいな。本当気持ちだけ受け取っといてから付き合えるって言われたから気持ちだけあのこれからちょっと東京に帰らなきゃいけないんでって言って気持ちだけ受け取っといてくださいって言ってお姉さんクレープが綺麗ですって言ってあのまずいな俺も本当あんなよ本当にお姉さんの素顔が見たかったけどねあのかわいそうじゃかわいっぽかなかったですかねあんなよ本当に俺好きな女いるからな本当あれだねじゃあいただきますこちらをいやー皆さんいただきます千代さんいただきますねお姉さん可愛いですよちょっとあのお姉さんにもうちょっとこれをなんかこうピチュッとかつけてあんって言われたんじゃないのもう本当に千代の富士さんいただきますよ千代さんのテレパシーが聞こえてんだけどあれ警告やってなくないみたいな今これ録画なんですよ千代さんちなみに時間は